え、なんか付き合ってからがいい。あ、そうなんだ。え、別に好きな人だったら全然違う。え、じゃあお互い好きなら別に付き合う前でもなんか。え、でも体の関係だけになるじゃん。なる可能性があるから。そうやって付き合えばいいじゃん。え、やだ。大切にしてくれる人がいい。その前はやだ。私はしてからじゃないと無理ですね。逆に一回かな、前の彼氏が付き合ってからした人がいて、その人とは相性どうしても合わなくてやっぱ別れちゃったから、そういうのを付き合う前に知りたいかな。まあ、確かにできる、付き合う前にできる。相性合わないとね、そこですれ違いが結構そう大事だから、うん、大事だよね。そう、その意思のコミュニケーションだからちょっと知っときたいよね、うん、どの人話そう。どの人。何人かいる。おい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 。大学の時の先輩、いいなって思ってた人で、お互い好意はある状態で会って何回か遊んだりして、まあその時にやったけど、結局その後はやっぱそこで相性合わないなみたいな思ったのもあったり、合わなかった。なんか人による。でも、うん、言われてみれば、前付き合ってた人は、うん、やる前にそういう関係っぽい感じになって、うん、会ってやるが多かったかもしれない。へー。だから前段階があるじゃん。通話とか。そう、通話とかで仲良くなってみたいなのはある。だから急に初めましてで会って、うん、やりました、じゃあ付き合おうよは多分無理かもしれない。私もやってから付き合う無理かもしれない。やったらもうワンナイト。そぐれだよね。好きな人とやれないわ、最初に付き合う前に。断っちゃうかも、好きな人だったら。最初にやろうって言われても。冷める。冷める。ならん。あ、そういう関係かみたいな。誘ってきたら。前段階があるかどうかによるよね。あ、通話が、あ、通話あるかとか、出かけてるかとか。あ、でもご飯行ったりとか。好きな人だったらやってから付き合えるってこと？前段階があれば。多分やった段階でなえる。じゃあどっちも付き合えないの。どっちも付き合えないかです。皆さん、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。